リストがもうあるっていう場合はすぐに見られます。これやってもらうと何をやったかというとですね、まず既存のお客さんですね。既存の、お客様というのが400人ぐらいだった。いやちょっとやばくね。いやちょっとですね、森くんの話がねやばすぎました。ちょっとね、いや、やっぱち、今まで、森くんと何回かセミナーやってきたんですけど、今日の話はね次元がやばい。次元がやばい。いやーマジでやばいっすよ。とりあえずやばい。いやちょっとびっくりしたな。森くんやばいなみたいな。いや本当びっくりしましたねあれ、いや話聞いててこいつやべえなってちょっとね震えましたね。ちょっとだって未来を予測する男ですよ。まあこれね馬鹿げてるかもしれないですけど、いやマジで話聞いてたら、いや未来そうなるな、確かになと。要は過去から今の未来、過去の全ての歴史をたどって今未来が今度この次の未来は何が流行るのかと、何が売れんのかみたいな話をしてるわけですよ。しかも過去から分析して全部そのロジカルシンキングに話すわけですよ。もう未来を予測する男すげえ。いやマジでビビりましたね。未来を予測する男ですよ。予知能力あんじゃねえかなみたいなね。いや今日の話はちょっとねちょっとしびれましたね。まあ森くんとは結構そのセミナーとか結構話すことが、まあ同じ、ね、うちの塾生さんなんで、まああれなんですけれども、そのちょっとね今日の話は初めて聞いたかもしれないです。っていうか初めてですね、初めて未来を予測する。でしかもまあ今ちょっとね事例もちょっと話してるんですけれども、いやちょっと感無量です。ちょっとね今日はしびれまくってますね。いやなんかね違う、まあ僕も最近セミナーめちゃめちゃやってるんですけれども、しびれました。だいぶしびれましたね。電流が走ってます。ぐいぐい来てますね。ぐいぐい来てます。以上です。